さて、実はね、ドナルド・トランプってアメリカ大統領はね、イスラム諸国とかイスラム教との対立をね、アメリカ合衆国に対して煽ってるわけじゃないんですよ。なんでかって言ったら、じゃあ例えばイランどうでしたか？何も起きなかったんですよ。じゃあイラクは、イラクもトランプじゃないけど、シリアはあるか。シリア、実はね、まずイラク。はイスラム教じゃなかったんですよ。多神教、ネブカドネザルのバビロニアを復興しようとするサダム・フセインの脳だったんですよ。つまりあれは多神教、バビロニア宗教だった。マルドクシンとかね、そんなの。イナンガとかね、イシュタルとか、そんなの復活を目指してた。それが結局、西洋諸国にとってはそれはね、ナチス・ドイツの復活と。見られてしまう。まあ多神教国家で、まあ世界的に市民権を持ってる国って少ないよ。まあ日本はその一つなんですけど、それ以外は、ね、一神教じゃないとね、通用しないんですよ、世界は。だけどサダム・フセインの気持ち分かるでしょ。多神教復興しようとした。実はシリアもね、厳密にイスラム教国とは言えないものが、もちろんいつも言ってるキュベレンね、シリアとキュベレンのその名前が音だ。じゃあこの前の大爆発のレバノンはその神教の国なんですよ。まあキリスト教もイスラム教もいるけどね。いや結構多神教って中東に残ってたんやって思うでしょ。もう残ってるみたいね、やっぱり。うちは嬉しいけどね。でも西洋型の社会でも通用しないし、イスラム諸国でも通用しないのかな。それだったらどうなの。だからちょっと発言しにくくなっちゃったし、本当にアメリカが行動を起こした相手ってことごとく純粋なイスラム教じゃないんですよね。だからイスラム教と決して対立してるわけじゃない。結構話し合いしてるでしょ。何か何ちゅうかイスラム指導者とトランプはちゃんと対話っていうか話し合い会話できてるでしょ。なんか奇妙ですよね。どうなんやろうね。だからちょっとこれもちょっと分析し直さんとあかんと、うちも分かって。それはうち多神教好きですよ。多神教万歳女やね。せやけどな、ちょっとトランプのことを誤解してたかなと思います。もちろんサダム・フセインのことももっともっと考え、もっともっと分析したい。カダフィのことももっと分析したいんですよね。あと、なんだっけ、サウジアラビアのビンラディンとかのことももっともっと分析したいんですよ。今からやからそんな人、まあ、全然してんかったから、またそんな書物も手に入りにくいのかな、今。知らんけど。探せばあるやろけどね。ネットでは、ゲットしにくいかもね。渡されたりする、そういうのが意図的にね。だから、もう、名古屋の方に行くしかないかもしれませんけどね。パッと言ってパート買ったらしまうやもんな。それ売れませんとか、そんなありえへんし。レジ持って行ってね。じゃあ、なくなったりする名古屋から、本屋から。そんな本、困ったな、発言言うじゃなかった。ね。じゃあ、シャオの中のアフガニスタン領土にしていくしかないか、すげえなと思って。まあ、もののめ神社の横やから、まあ。変なことないでしょ。危ない人に会わないでしょ、ね、あの店の人たちね。心配してます。だから親戚関係にあるもん、日本人と、その、中東の人たちと。めっちゃ近い親戚やねんね。似てるでしょね、どう見ても。だからそこをもうちょっと考えてほしいな、日本人にもね。アイドルかってこんな顔多いんやから。イスラム諸国の人たちと、ほんまに近い親戚なんだからね。なんかクウェートのなんか、放送とかね、ワールドカップのサッカーの。クウェート人の、ね、記者っていうか、アナウンサーの、ね、実況聞いたでしょ。あ、日本語やったでしょ。ね、あれびっくりしたでしょ。ほぼ意味も同じだったでしょ、字幕見たら。あって、分析し直そうぜ。ダジャー。